Here is Yashahime, episode 6, 3, 2, 1. What the hell is that? Moroha, that's a very bad idea. Kasen, watch out! Wait for it. Keep waiting. Ooh, that's gonna hurt. Wouldn't surprise me if those cats were demons at all. どこ行った？
んだい。母ちゃん、よかった。そうか、村の人たちは化け猫に操られていただけだったのか。気づかなかった、妖怪の匂い。ドアは鼻が効かぬな。こんな匂い嗅いだことがない。ドアのいた現代の東京ってとこにゃ妖怪なんていなかったみたいだけどよ。早いとここっちに慣れねえと命落とすぞ。わかってるよ。ガミョンガミョン、モロハ様。ミョウガじいちゃんいたのか。このミョウガ、モロハ様の赴くところにならばどこへでも。ライア、化け猫ども、山へ逃げたな。へえ、古寺峠の行方不明ってのはあいつらの仕業か。楽勝の相手だな。化け猫も年振れば手強いやつですが、そのようなものは混じっていませんでしたな。落ち猫狩りだ、行くぜ。よし。お姉ちゃん、どうした。あの、その、ありがとうお姉ちゃん。どういたしまして。じゃあね、バイバイ。峠の名の通りの古寺だね。怪しい匂いがプンプンするぜ。でも気配がない。どこかに隠れているはず。当山に何かご用でしょうか。なんで坊さんか。ジュリオン君。ジュリオンか。私はジュアンと申しますが。ほら、メイが大好きなアイドルにそっくりなんだよ。アイドル。まったわけわかんねえ現代話だな。もう本当にそっくりなんだ。 Oh God。 アイドル間違いなしだよ。ひょっとしてジュリアン君のご先祖。はて、現代のことは一旦忘れろ。なあ坊さん、ここらで化け猫見なかったか。はて、なるほど、化け猫がこの山に。しかし見かけたことはありません。昨今変わったことは。はて、この峠を通る人たちが大勢行方不明になっているんです。一夜の宿を借りる者が訪れたりしますが、これといって何も。あなた方も今夜はここで夜を過ごされてはいかがでしょうか。夜の峠はいろいろと危険でございます。じゃあそうさせてもらうとするか。ではごゆるりと。化け猫は山のどこかに隠れているんだろうか。ここにいる。え、ここに。寺中妖怪の匂いだらけだ。じゃあジュリオン君も。いや、あの坊さんからは人間の匂いしかしねえ。とわもさっさと妖怪の匂いを嗅ぎ分けられるようになれ。っていうかジュリアンやめろ。もう、なんだこれ。ジュリアン君の歌だ。私の趣味じゃねえな。いしじじ。お。お。で、化け猫はどうする？こっちが隙見せてやれば向こうから出てくるんじゃねえの？退治屋の基本だな。退治屋か。確かに早く私も慣れないと。人助けはできないな。人助け？そうだろ。退治屋は仕事だ。でもさっきの村だって。しかし今んとこ小物の化け猫ばっかりだ。これで本当に銭になるのか。モロハはなんで金を稼いでいるんだ。ああ、贅沢している様子もないが。そって寝たふり寝たふりっと。おい、ほらお前らも。じゃあ私たちも布団を敷くか。どうせ眠れぬか。そっか。とは、気が漏れているぞ。ごめん。もっとも、もはや関係ないぞ。Wait for it. Keep waiting.引っかかりやがったな、化け猫ども。そりゃ、とわ後ろ。
かったな。何事ですか？これは坊さん、化け猫どもに気づかなかったのか？はい。なぜこの寺にこんな化け猫が住み着いているのだろう。あの、私は修行が足りず怪異に気づきませんでした。ですが、実はこの寺には古い言い伝えがございます。100年ほど前のこと、霊力に優れた僧が妖怪を封じ、この寺の床下に骸を収めたというのです。床下に？どうするとは、人助けしたいんだろう。うん、調べてみよう。本当にここにあんのかな。しかし暗えな。何か明かりがいる。お、ちょっと待って。はい、これ。ああ、それか。うん、何すんだ、やめろと。ったくもう。やっぱいいなこれ。結界を張りました。これで妖怪は入ってこられないはずですが。ジュアンさんは私がお守りしますから。ありがとうございます。それは心強い。きっとねえよな。あとは調べてみよう。って言っておきながら、私たちだけ床下に入って。お、おい、あなた。What is that? この骨、言い伝えは本当だったらしいな。だけどこいつは。何事でしょう。これは、こいつ。Wait for it. Keep waiting. Wait for it. Keep waiting. よっしゃ、いただき。何？元に戻る。どうもおかしい。この俺が。二人ともご無事でしょうか。きっと大丈夫。あの二人なら。今までもいたのです。この寺の猫を退治する、そう言って食われていった愚か者どもが。お前らとて同じよ。 What the hell?下に封じられたが、最近になってこの坊主がな、
愚かにもわしを供養しようと考えた。そして恩情で唱えた経がわしの魂を呼び起こすこととなった。わしは封印を破り、この寺と坊主の体を我が物とした。救ってくれようとしたのにか。わしは救いなど求めてはおらん。それだけ聞けば十分だ。覚悟しろ。待て刹那、ジュアンさんは化け猫に乗っ取られているだけなんだ。この坊主は格好の隠れ蓑だからな。生かしてやってる。さあどうする。坊主ごと切るか。何？何？猫の手。それが本体か。人間側の時にはなかった匂いが懐から漏れていたぞ。それがどうした。そんな。切るがいい。坊主ごと出せ。その気なら遠慮はせぬ。ダメだ、やめろ刹那。なぜ止める。だってあれはジュアンさんだ。切らねば退治できん。刹那。ならばトアがやってみせろ。坊さんの体の中にいる化け猫だけを切れるものなら。そんな。トア、切れ。できねえんだ。丸ごと切るしかねえだろ。トミオン、できるできないで言えばイニエサ様はできましたな。皆様の手伝いがならば相手の妖力だけを奪ってしまえるのですが。手伝いが？ないものねだりしてどうする。あたしらは誰も妖力だけを奪うなんてできねえよ。相手の妖力を奪う。あれか、あの時の。おとなしく切られはせんぞ。やはり切るしかない。ダメだ刹那、ジュアンさんを殺すな。殺さなければ殺される。いつまであっちの時代を引きずっている。ここは命がけの時代だぞ。その化け猫ごと未練を断ち切れ。断ち切れない。何、刹那もあっちの時代を少しは知っただろう。あの穏やかな時代を、みんなを。私は刹那の夢を取り戻したらあの時代に戻る。メイと約束したから。だから自分の命はかけるが、人の命は奪わない。よし。とは。ジュアンさん、今助ける。 Wait for it. Keep waiting.とにかく依頼は果たしたぜ。うわ、
大した相手じゃなかっただろ。真っ二つにできねえから苦労したんだぞ。それはそっちの都合だ。だったらもっと儲かるあれじゃ。